ダブルバレでいこう。めっちゃ持ってる。あそこ今木の壁になってるけど、レベル3ベンチがむき出しだったんですよね。え、勝った。注射器なかったのかな。あ、てかこの556の勝利って俺持ってなかったんだ。あ、湧いてる湧いてる。でかい。部品系が欲しいんですよね。556の勝利をリサーチしたいと思います。めちゃめちゃ朝だな。結構ね、自分の拠点の周りやっぱりロケットランチャーの音とかしまくってるんで、なんか人走ってるね。こっち側走ってくる。まあ、自分の隣の拠点が先に狙われるかもですね、これ。なんかいいもん持ってそうなんだよ。来た。うわ、あれセーフゾーンないかな。多分ないだよな。拾えねえか。あと2発分ぐらい早く倒せてればセーフゾーン外だったかもしれない。え、俺28分間セーフゾーン入れねえじゃん。セーフゾーンの近くで殺しすぎたってことかな。人が寝てる。絶対寒いだろ。雪原ですげえ日の光当たってるから眩しい、地面が。え？トレインヤードでボールは食ってんの？うわ、屋上から撃ってるわ。行き先変えるか。多分2人か3人ぐらいで上から撃ってたね。拠点の屋上から撃てばいいのに、わざわざトレインヤード行って。エアドロ落ちてんな。セーフゾーンちょい奥はちょっと行きづらいからやめておこう。原人、ちょっと待って、緑のキーカード。それだけ俺に渡してくれ。他はいいから。ねえのか。案外なんか美味しい。分解しに来てたんだ。あと16分セーフゾーンに入れませんね。長いな、地味に。目的地変更でパワープラントのモニュメントパズル行こう。あ、てかやっぱりここ洞窟だったんだ。前来ようと思ってたけど阻止されちゃったんだよ。そしてこの形状はもしかして、うわ、最強洞窟だ。さすがに開いてないか。石や箱は開いてますね。え？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 マジで？開いちゃってる。開いてるぞ、これ。まあ、ちょっと一旦落ち着いて、パワープラントのモニュメント行ってから取りに行こうよ。多分そしたらちょうど夜になるんじゃないかな。なぜこんな有料物件が生きている。うわー、仮にレベル3ベンチクラフトするんだったらこっちに運んできたいっすね。いや待てよ、これ下水道施設近すぎて建築できないやつか、もしかすると。さすがに取られてないなんておかしいもんな。施設近すぎるやつかもしれない。パワープラントの前にここ回っていこうか。うわ、でも箱開いてないっすね。え？マジで。お亡くなりになってる。割られてるかな、多分。
こうなるとパワープラントを回られてそうだけど、とりあえずパワープラント行こう。めちゃくちゃ久しぶりにこの施設にやってきた。うわ、点火されてる。回られた後か。箱も開いてなさそうかな。死体袋。施設はどこも回られてるって感じなのか。湧いてる。しかしながら一箱しか湧いてないっすね。浮きボックス。え？しかも向こうのスイッチが切れてる。誰かが消した？点火。よし、行きましょうか。入っていきましょう。箱開いてないな。キーカードも開いてないな。まあ多分箱開いてないだろうけど。開いてないっすね。赤のキーカードもない。開いてる。拠点に帰る前に一度確かめたいと思います。でもな、この洞窟の近くに結構デカめの拠点があったんで、まあさすがにそこの人、ここ空いてるとしたら取るだろうから、まあ建築できない可能性が高いかな。あーですね。まあそうだよな、ここ建築できたら取るよな。こっち側も、まあ、全部建築できないっぽいっす。あれはガソスタかな？明かりついてるの。まあ、拠点が明かりついてんのか。こんな一等地に拠点建てられたんだ。セーフゾーンとガソスタの間って。この右側の拠点も明かりついてる。だいぶ寒いですけど、温まりつつ分解していきましょう。モジューラーを分解しちゃおう。スクラップもそんないってないっすね。129か。なんか人がいるんだけど、あれ何やってんの？書いてた。木の槍しか持ってなかったっぽい。木の槍で土台を壊そうとしてたのかな。最悪だ。拠点から撃たれてるね、これ。モニュメントパズル回ってたら来るかな、もしかすると。ということで、リベンジトレインヤード。お、武器ボックス置いてる。トンプソン。なんか重たかったな。怖すぎんこれ。くわ、来た。完全に包囲されてない。え？どこいる？まずいな、回復がなくなっちゃった。は？なんでこんな重たいの？重すぎだろ。ダブルバレル2発目撃ったら多分倒したと思うんだけど、2発目撃てなかった、重すぎて。この拠点のやつらだ。収納棚ゲットできたの嬉しいな。うわ、こっち向かってきてるやついるけど、さすがにセーフゾーン入るの。セーフゾーン近辺で狩りしてたらスクラップ集まっていきそうだけど。
入られちゃった。スクラップ100ぐらい持ってそうだな。今集めてきましたみたいな面してる。分解してるなあいつ。セーフゾーン出る時にやるか。そこの拠点のやつ。そこの拠点のやつ。なんかお尋ね物来た。偵察かこれ。待たれてるかな。さすがにどっか行ったっぽい。まあ多分施設系回れないんで、まあ回ったとしても箱が開いてないと思うんで、敵が持ってきた部品系をかっさらうのが一番手っ取り早そうだな。誰か死んでる。サイエンティスト。ガソスター何回も回ってるけど、ほぼほぼ湧いてないんだよ。人気スポットだな。なんか、良さげなやつが走ってきたぞ、こっち。あの構え的にセミライか。ありがとう。セーフゾーン行きたいけどね。あと17秒。あんまりこっち行きすぎてもな、なんか。あの拠点に撃たれそうだ。でもまあ言ってこれら分解してもスクラップそんなにいかないっけ。いや歯車は倉庫場のために残しておきたいんですよね。これ分解したらめっちゃスクラップ増えるんですけど、まあいっか、分解しちゃおうかな。ということでレベル3ベンチをクラフトしちゃいましょう。よし。ではレベル3ベンチを置いちゃいましょう。お、いい感じにフィットするな。あーでも小さな木箱置きづらくなるからこの辺にしとくか。よいしょ。これで石の外壁用ゲートだったり装甲板の扉もクラフトできるんで、まあ、拠点固くできるし、あとそうだな、拠点抜きもいきますね。炸裂弾等もクラフトできるようになる。めちゃめちゃ長かった。